どうも、柳妻ゴルフ TV プロゴルファーの柳妻です。今回はですね、視聴者の方からよく質問があったシャローイングですね。今流行りのシャローイングをですね、僕もなんとなくわかるんですけど、じゃあシャローイングっていろんな人がいろんなこと言ってるけど本当は何みたいな、でそれが必要なのかどうかまでも含めて、僕の中ですよ、多分日本一その辺のスイングとかシャドウイングの間違いなく詳しいであろうファイブエレメンツですね、コーチ、あの僕のコーチでもあるんですけど、今度勝成コーチにですね来てもらいました。どうぞお願いします。今年から契約させてもらっている河野コーチです。河野です、お願いします。結構 YouTube とかでシャドウイングとか去年ぐらいかな、はい、流行ったじゃないですか。あれってぶっちゃけどうなのっていう、 YouTube とか見てる人とかでも多分いっぱいみんなトライしてるじゃないですか、こうクラブ寝かしたりして、はい、でそれがどういうものでやるべきなのかやらない方がいいのかとか、その辺をこう分かりやすくやってもらいたいなと、はい、わかりました、思います。はい、ゴルフをする上でインパクトについてよく話されると思うんですけど、インパクトゾーンが長ければいいみたいな、点じゃなくてゾーンで打ってみたいな、であれをする上で結構大事なポイントになります。インパクトの瞬間にゴルフクラブがこう上からガツンと入ってくると縦の距離が全然合わなくなってしまう。スピン量がバラバラになるからね、はい、あと番手によっても高さがバラバラになってしまったりとか、はい、っていうことを防ぐためにはやっぱりこのアタックアングルっていうこのダウンブロードライだったりとか転射角ですねが安定していないといけない、でここを安定させるためにはこのクラブの場所がすごく大事ですね、はい。このボールがあったときにこう上から入る場合であれば当然クラブはここから入るんですね、近いところから入る、でこれがクラブが遠いところから入る、どちらがいいかっていうとやっぱり後者ですね、こちら側から入った方がインパクトゾーンは長くなります、はい、そうするとこう、まあ、フェースローテーションも少なくなったりとかダウンブロードラインも安定するということですね。でまずそれが大前提としてすごく大事ってことは、切り返しからはクラブがこちら側に、まあ、ある程度ですけど遠すぎてもダメですけど、やっぱある程度遠い方がいいです、でこっち側を遠くしようとした時にスイングをこちらから見た時にゴルフクラブのヘッドの描くプレーンというか、はい、ラインがどういう風に降りてくるか、はい、っていうのが最近言われているようにシャフトがこう寝ている方がいい、まあ、寝ていると言っても寝る度合いとしてはだいたい背骨に垂直ぐらいが理想なんですけど、ここに入ってくると大体のプレイヤーの多くの場合クラブちょっと遠くから入ってくるのでインパクトが長くなるっていう、まあ、結論付けられるということですね、はい、でアマチュアゴルファーの人はどういう人が多い？アマチュアの人はカットしてスライスしてしまうとか、はい、初心者の人多いと思うんですけど、切り返しからクラブがこうよく打ちに行くっていう表現ですね、クラブをこうやって自分に近づけながらクラブを上からドンと当ててしまって終わってしまう、当てにいっちゃう、当てにいくっていう、ね、はい、でこれをすると後ろから見るとクラブはこう立ってきてしまってるんですね、多くの場合、これがいわゆるスティープっていうものですね、シャローの逆のパターンですね、クラブが立ってる状態で、これだとクラブは鋭角に入ってしまうので散らかってしまうんですね、ボールが安定しない、でこれはクラブが自分からちょっと遠い状態で入ってくるためにはクラブが自分の方にこう立っていってしまうとここに戻してくるのってすごく難しいので、どうしてもここからは引きつけてしまうんですね、そうすると上から入ってきてしまうのでばらついてしまう、で、まあ、これがクラブがもうちょっと遠くから入ってくると後ろから見た時にシャフトがちょっと寝ている状態になるんですね、そうすればここにやってくるのでそこからはボールに向かっていけばあとはこう鈍角に入っていくので、いわゆるシャローっていう、シャローっていうのは日本語で訳すと、まあ、浅いみたいな、なんかさ、そうシャローって、はい、多分みんなこの切り返しの時に、はい、クラブが立った状態から寝るのがシャロー、あーシャローイングっていうのかなと思ってたんですけど、はい、そういう話一切出てこなかったんで、はい、やっぱりこうシャローイングとか興味ある人っていうのはさ、どうしてもこう立ったものがこう寝てくるし、そうですね、こさせたよう、はい、じゃあそっから話すとですね、まずそっちじゃないクラブが切り返しの瞬間、だいたいこの左腕が地面と平行な時にグリップエンドを向いている方向がボールかボールよりもちょっと先、だいたい10センチ以上先であればいいんですけど、だいたいそこを指していればいわゆるシャローっていうものですね、でそのボールよりも内側に向いている状態です、これだとスティープっていう立っている状態で、これでだいたい区別します、
はい、で切り返しからクラブをちょっとこうこの角度に入れてくる動きをシャロイングっていう風に言われるんですけど、まあ、いわゆるこう、まあ、シャフト寝かす動作ですね、うんうん、まあ、シャフト寝かす動作をなぜしなきゃいけないかっていうとさっきの話なんですけど、反対に言うとさっきみたいにこう区別としてはボール先刺していればちょうどシャローっていう風に大まかに言うとあります。だからクラブを上から入れすぎないと。そうです、あのインパクトを長くするために。じゃあそのためにはどうするのっていうことを切り返しから、そもそもトップで必要なんですけど、まずトップの状態で手と体の距離が多い方がいいです。なんかさ、そうみんなやっぱりこうためを作りたいから、はい、近づきたくなる。あれが大きな間違いって。そうです。でもさ、アマチュアの人ってさ結構さキャスティングで悩む人も多いじゃん。あ、はい、それとトイレはまた違う。そうです。これはキャスティングする人っていうのは手と体の距離が近い人です。あ、元々が。そうです。テイクバックの。そうです。こうなるからこうなるってことか。そう、切り返しから手が近ければ近いほどクラブはおのずとこう離れていってしまう。なるほど。逆に言うと手が遠ければ遠いほどクラブが近づいてくるっていう。ってことはざっくり言うと、やっぱりこうテイクバックしてダウンスイングもこの遠い距離をキープしようとすると。そうです。シャローになると。はい。で手が体から遠いってことは、いわゆる同調性っていうのが働く。はい、同調っすね。この同調っすね。そうですね。はい、はい、これが出てくるんです。なるほどね。これとシャローイングっていうのがすごい大事ですね。ってことは、はい、シャローイングをしようと思ったら、はい、やっぱり僕の YouTube に言ってるように、はい、テイクバックでね、こう手を肘を曲げずに、はい、手とクラブの関係性が遠いままダウンスイングも同じように そこを通ってくればいい。そうです、そうです。簡単に言うとそうです。ざっくり言うと。そうすると、じゃあどうやってスピード出すのって、はい、どこでこうじゃあ力む、はい、やっぱりみんなこう縮めたり手を返したりすることによってスピードを生んでるんでしょ。はい、これがあのここから地面反力になってくるんです。あ、それじゃあ待って、ちょっと待って、じゃあそこは、はい、つながりがあるもんね。ということでですね、シャローイング皆さん分かりましたかね。多分シャローイングっていうものをこう他で調べてたり、なんとなくシャローって今流行ってんでしょみたいな人たちのイメージとは多分ちょっと違ったと思うんですけど、ざっくり言うとやっぱりアドレスでできたこの距離が変わらない、はい、同調がキープされてることによってシャローイングができるってことなんですかね。か、まあ、簡単に言うとすごい簡単に言うとですね、うん、それだけじゃないんですけど、うん、でもざっくり言うとですね。じゃあそれじゃあ補足したいなと、ね、何を補足したいの。いや、基本的にやっぱりあの同調しているっていうのは、あの皆さんよく思われるのは、この完全にこうなんか肘とか畳まないのかとか、うん、もしくは同調っていうことを知らない人はこうシャローにしようとしたときにこう腕でこうどうにかしたりとか。そうだね、寝かしたりとか、まあ、いろんな情報があるんですね。例えば下半身止めてみたりとか、それも全部同調を崩す原因になったりとか、あとは同調していたとしてもシフトがこう寝ていたりするとか、オフェンス開いているとか、それも全部やっぱシャローイングを妨害してしまったりとかする要因にもなったりするんです。でシャローの仕方っていうのは人それぞれ大まかになって、例えば別にテイクバックでシャフト寝てきたとしても、リキファーラーみたいにそこからまた寝かす人がいたりとかして、人それぞれあるので、あんまりこう固定概念を持って絶対シャローイングっていうのはこうしないとあの作れないっていうのは本当はない。人それぞれうまくクラブを扱えていれば基本的にシャローになりやすい。なるほど。でスティープな人も活躍している人もいるので。なるほど。別にそのシャローだからうまくいくとかうまくいかないとかじゃないっていうのがあるんで、はい、なんとなくわかります。まあ僕も彼にそのスイングを教わってて、まあ、もうちょっとシャローに分かってきたらもうちょっと分かりやすく皆さんに説明できてこんな感じです。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どんどんコメント欄にですね、やってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とですね通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。